はい、おはようございます。探査生態のアンチです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日も探査生態の効果実証済みのですね、コンテンツをですね、あなたに提供していきたいと思います。はい、今日はですね、この肩甲骨を動かすとゴリゴリ音が鳴るっていう話ですね。このためのいえば方法ですね。これを改善する方法ですね。今日はお話していきたいと思うんですけども、前回とか何度もこの話はしてるんですね。僕ですねやっぱこのゴリゴリ音が鳴るっていうことで、悩んでる女性がよくすごい来られるんですよ。でその方には、肩甲骨剥がしっていうやつをですねやったりとか、姿勢を整えたりとかしていくんですけども、今日はですねここのホワイトボードでいろいろ書くんではなくてですね、僕が、実際ですね肩甲骨の施術をした後にですね、する前でも結構なんですけど、その運動ですね、ストレッチと言われる運動をですね、このスプレーを使って、効果を上げていくっていうのをですね、あなたに一度ですね見てほしいと思いますので、ぜひですね、今からそのストレッチをやっていきたいと思います。それではですね、今から場所を移していきたいと思います。それでは行きます。はいはい、それではですね、今からですね、肩甲骨がゴリゴリ音がする、人のためのですね、ストレッチの運動をしていきたいと思います。でこれですね2つあります。今日2つやっていきたいと思いますね。でですね、このベッドを使って、プラスですねこの炭酸スプレー、今日もですねサンプル版なんですけども、これを使ってですね、あなたの肩甲骨の音がゴリゴリならないようにしていくためのですねストレッチを今からやっていきます。はい、でですね、まず1つ目いきますね。で、この1つ目、このベッドの上に乗ります。でベッドの上に乗ってですね、まず、やっていただきたいのは、この腕の付け根をですね、伸ばすというイメージをしてほしいと思います。でこれはですね、痛くなったらやめてほしいんですね。痛くなったらやめてほしいんですけども、この筋肉がですね、やはりこの動きが悪いからこう硬くなっちゃってるんですね。硬くなってるものをですね、いえば今日無理して伸ばすとかそういうものではなくてですね、正しい腕のその動き方をするためのストレッチです。でこれをですねやりますね。でまず右手の方の腕の付け根を伸ばすときは、左の足をですね立てます。で右足もこういう感じで90度でですね立ててもらいます。それでこのスプレーをですね使います。シュッとかけます。で軽くですね、今ちょっとシャツの上からなんでこう濡れてるんですけども、ここで、ね、指でこうその腕の付け根のあたりの指先でですね、腕のあたりのその付け根のところをこう指でこう押していくような、軽くこう炭酸を染み込ませるようなイメージでやってください。でこういう形でやっていただくとですね、これでも筋肉が緩んできている状態なんですけども、ここからさらにですねストレッチをするとですね、効果が倍じゃないな、これはもう5倍10倍ぐらいあるかもしれないですね。でですねやっていきたいと思います。でこの左足の外側に右手を持っていきます。持っていってこんな感じですね。で持っていった時にこの左手がですねこうフリーになるので、これを前からすねを持ちます。すねを持って、前にこう体重をかける、この下にかける、こういう感じです。極端にするとこういう感じにするとですね、ここがキューッと出てくるんですね。で、いつも僕は言うんですけど、痛かったらしないでください。痛くない程度です。あ、このぐらいのストレスなら体が喜んでくれるかなっていうストレスです。よく痛気持ちいいとか痛いとかあるじゃないですか、気持ちいいとか、その段階で、あ、これぐらいなら、程よいなっていうぐらいの感覚が絶対あるんですね。それを目指してやってください。でこれを5秒5回でやってもらっていいかと思います。で僕はですねこれずいぶん今かなり、状態が上がったと思うんで、腕の動かし方をするとですね、かなりですね右のこの可動域がキューッと動くように、キューッと前に動かれました。で次左の方がやりますね。で左もですね、顔にかかりました。顔に事故ですけどもはい、でこう腕の付け根をやります。はい、結構ですね、シャツを濡れちゃいましたけど、まあ、乾きます。そんなもん乾きます。はい、よかったですね。直接肌にかけてもらっても全然問題ないんですけども、これもですね、腕と逆の膝を立ててこう入れます。はい。で、僕ですね、今日左の方はちょっとこう首からちょっと寝違い的なことあったんでちょっと痛みがあったんですけども、今こうやった時点でちょっと安心しました。痛みがなくなってます。はい。で、こういうすね、右手を前からですね、こういう感じです。ここが伸びてくる。で、これも程よい痛みです。程よい痛み。この痛さを我慢するんだとかじゃなくて、ああ気持ちいいなーみたいな感じで、ああいいなーっていうぐらいの感じですね。それぐらいで5秒キープ。はい、5秒キープします。これを5セットしてください。両肩で5セット。そしたらですね、こうやるとですね、あ、なんかさっきと動きが違うやんみたいな感じで気づくと思うんですね。で、これをですね、繰り返してもらったらいいんですけども、で、これ5セットやってください。5秒5セット。5秒5セットです。はい。でですね、次もう一つ。もう一つがですね、肩甲骨の内側に、意識したストレッチです。で、これは四つん這いの姿勢からやっていくんですけど、その前にこの段差をね、この肩甲骨の間、背中のところにかけます。今、出ました。はい。肩甲骨段差かかって浴びちゃってます。はい。で、四つん這いになってですね、両膝を股関節よりやや前、股関節よりやや前です。で、股関節よりちょっと前に持ってきてください。で、あとはですね、重心をお尻側に乗せる、こういう感じでお尻をちょっと出すような感じですね。はい。で、片手をですね、耳の横につけます。っていうのは、右手からいきますね。右手で右の耳を触る。で、このままですね、背中を回転させて上体をひねるんですね。こういう感じですね。はいはいはい。これ5秒。これを5秒にしましょう。これを5秒5セット。はい、戻す。はい。今黙ってますけど、放送事故じゃありません。結構気持ちいいんで、自分のゾーンに入っちゃいました。OK です。はい。で、このストレッチの感想なんですけども、ここはさっきやったんですけど、ついこの大胸筋から鎖骨の下の筋肉ですね。ここら辺が結構いい感じになりました。で、ここがピッと張った時にやっぱりいかないんで。これをかけたらいくんじゃないかなというふうに思いました。はい。おお、いいですね。で、もう一回ちょっと試しでやってみたいと思います。あ、ちゃいますね。うん、さっきよりね、肩甲骨の動きが良くなったんで、背中とここの鎖骨、胸の筋肉のこの鎖骨のちょっと下ですね。ここにも段差をかけるとですね。効果が上がります。今ちょっとやって、気づきました。はい。でですね、こちらの方もやるんですけど、今ちょっと動作でいくとですね、もう右の方はかなり動くようになりました。かなり動きます。はい。そしたらですね、左の方やる前にちょっとさっきの今の気づいた鎖骨のところでねやっていきます。はい。で、左手を左の耳に置いて、これからね。おお。おお、かなりいいです。これまでね、肩甲骨が、内側、背骨側ですね、背骨側に寄るようなイメージをしてもらったらいいかなと思います。どんなイメージかというとですね、こういうイメージですね。で、肩甲骨っていうのはですね、外に逃げる習性があります。なので内側に持っていかないと、こうやって肩甲骨を内に入れる意識をしていかないとですね、どんどん肩甲骨が外に逃げて、こうなってよく内に巻くとかいいじゃないですか。こうなって首が前に出てくるっていう、こう最悪な猫背になっちゃうんですね。でこれをですね、2つやることによって肩甲骨にゴリゴリっていう音がですねどんどん和らいできます。でこれをですね、1日寝る前でも結構ですし、寝る前は絶対やってほしいんですけども、朝起きて、ちょっと寝ぼけてる時に肩をねこう動かすとかぜひやってほしいと思うんですけども、こういうのはですね、日々の継続になると思いますんで、ぜひですねあなたも肩甲骨が重たくなったりとかゴリゴリするのが気になってるんであれば、ちょっと1日ですね最低1回ゴリゴリ寝る前にですねやってみてください。はい、こんな感じですね。今日は肩甲骨が、ゴリゴリなって悩んでいる人のための、ストレッチですね、その運動をしました。また次回お会いしましょう。さよなら。はい、今日もですね最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。この動画がですね、良かったよとか、ためになったよっていう感想があればですねコメントに書いていただいたりとか、このいいねのボタンをですね押していただくとですね私すごくためになっていきます、励みになりますのでぜひですねよろしくお願いしたいと思います。でまたですね、横の方にですねチャンネル登録のボタンを用意していますのでよかったらチャンネル登録をしておいてください。またですね有益な情報を配信していきますのでよろしくお願いします。またお会いしましょう。さよなら。